はい。皆さん、こんにちは。こんばんは。GK です。今日なんですけれども、今日は、えー、なぜそんなに85以上残すんだいということで、本当に残さないといけないのは、点て点というところでね。はい。まあ、今日はね、えー、トレードコインのお話をまたちょっとしようかなと思います。まあ、どうしてもね、えー、まあ、特定枚数足りないという方もね、結構やっぱり相談がありましてですね。じゃあ、えー、どういう、まあね、 えー、思いで、まあ、序盤とか特に残していけばいいのかとか、まあ、中盤の人でもそうなんですけれども、まあ、最低コイン枚数とかの、ね、話とかも前にしたことあるんですが、まあ、その時はね選手売却の細かい話とかまでしなかったんですよね今回はどっちかというと、まあ、トレードコインをその、ね、特定枚数を集めるために。 どういう心持ちで選手をね、保持していったらいいのかっていうと、とう、どれぐらい、まあ、なんていうかな、の安梅でいけば、まあ、特定枚数足りるのかなとか、そういったお話をね、メインでちょっとさせていただこうかなと思います。まあ、選手の残す基準の線引きね、まあ、ここが今日のテーマになると思うんで、よかったらね、えー、参考に、ぜひね、今後の選手、えー、保持ね、保持環境といいますか、<laughs> という言えいいでしょうね。まあ、でもね、そういったところで活かしていただければなと思います。よろしくお願いします。 はい。ということでね、こんなの誰も教えてくんないよって話なんですよね。<laughs> なかなか聞かないですよね。この選手残した、個別に聞くことあると思います。例えば、まあ、誰々選手残した方がいいですか残さない方がいいですかとか。だったらね、まあ、聞くことあると思うんですけど、基準ってなんすかとか。<laughs> あんまり言ってる人見たことないよね。うん、あんまり多分知らん。みんな多分、なんか、各々ね、なんか、 勝手な、まあ、決まりがあると思うんですけど、まあ、当然僕にもあるんですけど、この選手は残す、残さないというね。まあ、明確な、絶対的な基準があるかというと、そう、まあ、怪しいですけど、はい、ニュアンスとかあったりしますけど、まあ、でもそこに関してもね、お話ししていこうかなと思います。よろしくお願いします。はい、ということでね、じゃあ今日まず、まあ、トレードコインのね、説明を先にさせていただきましょうか。ということで、じゃあこちらです。はい、えー、トレードコインについてなんですが、選手を売却した時にもらえるコインですね。まあ、これは一応、グローリーでもレギュラーカードでも,もらえるんですが、 まあグレードや、ねえー、種類でもらえるコインが異なってきますということですね。はいえー、参考程度に、まあ、グローリーは、ね、全部1コインですね、はいで。55から69のレギュラーは100コインですね。で70から84は400コインで。85以上は2000コインとなっております。まあ、これね実際トレードコインのお話をするとあれなんですけれども、意外と、ね、この70から84のところとも確かに、ね、結構、ね、束になれば、まあまあなあのコイン数になるんですけれども、 まあやっぱりね、これ見ただけで分かると思うんですけど、一番多いの85以上、圧倒的に多いんですよね。うん。ここですよね、キーはね。<laughs> すみません、失礼しました。えっと、ここですよね。うん。で、まあ、70から84のとこ。まあ、これね、一つね、えー、まあ、皆さん、例えば、まあ、トレードコインでお話をすると、これもね、一応お話ししないといけないんですけど、ミキサーあるじゃないですか、ミキサー。まあ、限定でもいいんですよ。 あの普通のね、あの普通の選手、レギュラーのミキサーでもいいんですけれども、ミキサーってトレードコイン的な話で言ったら、基本的に確実にまあほぼほぼ損するんですよ。うん。まあ、得はないんですよ。<laughs> なんなら多分。得、はない。まあまあ、限定ミキサーの方は得ないね。だって、 ねえー、400×5 入れてマックス2000コインしか出てこないからねコイン的に言ったら損、まあ、得はないんですよまあただあのレギュラーの方はね、えー、55から69の選手5人入れて2次とか引けば、まあ、得はするんですけど確率的にはほぼほぼ損しますねはい、まあ、ほぼ損するギャンブルみたいなもんですねはいということで まあコインね、これミキサーとかやっちゃうとね、あんまたまんなかったりしますね。まあそこはちょっとね、気をつけた方がいいかもしれないですね。たまんない人ね。はい。まあコインは、えっ、ー、と、選手はね、コインに回したりとか、まあそういうのもちょっと大事かなと思いますね。まあミキサーまあいいんですけどね、言ってもね。はい。<laughs> ま悩みどこですけどね。はい。というところで、まあコインに関してはね、こんな感じですね。はい。もらえるコインがグレードとか種類によって違うよというところね、まず押さえておいてください。 はい。では次なんですけれども、さっき言いましたトレードコインを特定の枚数稼がないといけないよねって話をしたんですけれども、じゃあ特定の枚数ってどこなのっていうところなんですよね。ここもちょっとまあ、前回、んまあ、いつ頃作った動画かわからないですが、ちょっと申し上げたことあるんですが、まあちょっと復習の意味を込めてね、もう一回ちょっと行きましょう。こちらです。はい、えー。トレードコインを稼ぐ目安としては、まあこれね、計算上なんですが、金1ヶ月に交換できる分ですね。 これ、金未参ガが2500でかけ20なんですよ。で、えー、5万コインいりますね。これ全部交換しようと思ったらね。で、銀未参ガが1000かけ30で3万コインいります。で、道未参ガが300かけ30で900コインいります。あ、9000ンいります。ということで、合計8万9000なんですけれども、まあ本当はこれ全部ね、交換できたらいいんですけれども、 まあただね、今の環境だと結構配布物とかも多いんで、まあいろいろガチャ券配布とかもあるしね、昔とちょっと変わってきてるんで、まあ最低でもやっぱね、毎月銀味さんがぐらいは取りたいかなっていうところかなと思いますね。うん。まあ取り切ったら最高かな。うん。でも僕、サブでやってるんですけど、サブほぼ無課金、まあほぼっていうか、もう無課金でやってるんですけれども、まあ嘘です。あの、あの <laughs>、 安い時に1回だけ買いいましたはい、だから32羽も課金してるわけなんですけれどもまあ実質ねもうそんな無課金でほぼ無課金なんですけどそれでもねサブアカでもね結構サブアカ厳しめに見てるんですよそれこそねまあこの基準とかに関わってくるんですけどなので、まあ、サブアカではね大体ね、まあ、全部交換かちょっとどうだけ交換できない月があったりとかするぐらいなんで金銀はね結構交換できるんですよねうん無課金でもね。 なので、まあ、正直課金無課金はそんなに言い訳にならないかなというところですね、まあ、当然課金してた方うが、まあ、それはね、トレードコインはあまり安いんですけれども、無課金でも十分ね、ラインとしては、金、銀は、うん、交換できるんじゃないかなと思うので、まあ、毎月大体8万コインだから集めたいよねって話ですね、はい、ここがまあ特定のラインになってくるかなと思います。はいということで、じゃあ、この8万コインを稼ぐための基準なんですよね。 はいこれを今からちょっとね、本題に入るんですが、お話ししていきたいんですが、まあ、選手を残す基準とグレードについてお話ししていきたいんですが、まずね、最初にちょっと触れておきたいのは、えー、自チームの選手ね、これに関しては、まあ、自チームであれば基本は残しでいいと思います。はいこれはまあ、そうですね、まあやっぱりクラブリンクの影響とかも大きいし、まあ、限定とかでね、当然まあその選手が、まあ、今例えばレギュラーでね、85超えてなくても、まあ、限定で85超えていいカードが出たりとかする可能性も全然あるんで、 まただその選手のポジションとか、まあどういったタイプの選手なのかとかにもよりますけども、まあ基本的には残していいんじゃないかなと思いますね。はい。ただね、まあこの時期あるあるなんですけども、対談が決まった選手とかね、うん。まあグレード結構高めの選手とかもいますしね。そういった選手たちの、まあカード。 をどうううすするるかととという問題ががちょっと出てくると思うんですが、まあ、個人的によほど強みがなければまあ売却しちゃってもいいのかなと思いますね。コインがどうしても足りないとかだったらね。コインが足りるんだったらまあ残してもいいんじゃないかなと思いますけどね。うんまあ、そういうところも積極的にまあ餌にしていってもいいのかもしれません。まあ、例えば強みっていうのはまあ両センス持ってれたりとか、キラとか、まあ、そういうのは復帰し、あのー、今はね、対談して、 まあ一旦出なくなって、また戻ってくる可能性もね、当然ありますからね。まあ復帰の可能性とかも考えて残しておくのは全然ありかなと思いますで。特に強みがなかったりとかして、まあすぐね戻ってくる見込みがなさそうだなとか、まあ期限付きとかで行ってるんだったらね、もしかしたら半シーズンとか、まあ、もしくは1年ぐらいで戻ってきたりとかいうパターンもあると思うんで、 まあそうじゃなさそうだったらまあ売っちゃうとかまあいろいろそこはねちょっとねいろいろあの個人によって違うと思うんですけどその選手によってもちょっと変わってくると思うんでねまあここはちょっと難しい線引きですけどまあ自分なりの線引きをそういったところの観点からぜひねまず自チームに関してはしてみてはいかがかなと思いますはいじゃあ次なんですけどここからねちょっと本題に入っていきますねは <laughs> さっき入ったんじゃないんかいって感じですけどねはい まあ、選手を残す基準とグレードについてというタイトルなんで、ここからはね、ここについて、詳しく掘り下げていくんですが、ちょっとグレード別にね、ちょっとね、評価を分けてみました、個人的にね。はい。まず、55から69。これに関しては、まあ、現在活躍中の選手や、将来的に期待されている選手については積極的に残すべきだと思いますということですね。はい。まあ、J くらいやってて、やっぱ長くやっていってのメリットって、ここにあると思うんですよ、僕、結構。うーん。 例えば、まあ、今ってもう J クラ始まって4周年じゃないですか。4周年ってことは、例えば、あのーまあ、1年でも2年、まあ、僕が始めたのは2020シーズンからなんで、まあ、実際1年遅れてはいるんですけれども、そこで結構グレード低かった選手も育ってきて、結構いい選手になってきてる選手もいるわけですよ。ということは、今現在を時間軸として考えるならば、例えばこの23シーズンにグレードは低いんだけれども、活躍してたりとか、将来的に期待されてる選手というのは、 じゃあここから3年とか経ってあったのに結構ね脂乗ってる可能性あるんですよね。うん、というところで、まあ、その選手たちが8050になったらねやっぱ手に入りにくくなってくるというところもあると思いますし、まあ、ここはグレードにおよりますけどね。うん、って感じなんでまあね特にあの自チームの。 まあ、ここら辺の選手とかは、お気に入り券とかでだいぶね、集めることができますので、こういった時期に結構集めて、しっかりと重ねてセンス付けをしておくっていうのもね、結構やっぱ J クラウ長くやってる人の特権だったりするわけですよで。これは当然ね、レギュラーだけじゃなくてグローリーとかもそうなんですけれども、なので、まあ、売っても正直100コインにしかならないんだったら、ここのラインに関しては積極的にやっぱ残していっていいんじゃないかなと思います。で、その中から芽が出て、まあね、長い間、まあちょっとね、時間かかるかもしれませんが、 まあ、85以上とかになってきたらね、まあ、それはそれで、まあね、取っておいた甲いがあるということなんで、まあ、ここに関してはね、売って100個インにするぐらいだったら残すっていう選択肢は結構取りやすい方かなと思いますね。はい。で、70から84、ここ真ん中ですね。ここも、まあ、現在活躍中の選手や将来的に期待されている選手については選択して残すべき。はい。ここはもう,どう、どう違うかというと、もう選択してってことですね。例えば、全員残せばいいっていう問題でもないですね。はい。 ここはね、目利きの問題とかにもちょっとなってくるんですが、この選手は例えばですよ、同じくらい活躍してる選手がいても、その選手のポジションだったりとか、タイプだったり、タイプっていうのはまあ特徴とかね、例えば、サイドバックのディフェッチ高い選手がいたとしましょう。 で、これね、このぐらいのグレードと CF の選手。まあ当然 CF の方がグレード伸びやすいんですけれども、あの、ポジションの価値としては、サイドバックできた選手の方が高かったりとか、そういったところで、まあ残していったりとか、例えば自分の手持ち見た時に手薄なポジションがあるじゃないですか、どうしてもね。そこの、ここら辺の出世しそうもうちょっと伸びたらね、なんかいいカード出そうなんなんていう選手がね、結構ね、集まってきてるところでもあるので、 まあ、あとはもしくはね、限定が出たら超えてくるんじゃないかなというところのね、選手たちが集まってますので、そういうのを見越したときに、あの、取っておいたら結構でかいなとか。うん。そういうので選択して残していくのがここのラインかなと思います。まあ、ここは全員残せばいいって問題じゃないですね。活躍期待できる選手とか。まあ、その選手、まあ、そのね、うーん、まあ、成績、まあ、直近の成績は一番あれなんでしょうけど、そのね、ここら辺のラインの選手って結構難しくて何が難しいかって、 まあ、特に若い選手はこれから伸びていく方の可能性が高いんですけどベテランの選手とかになってくるとどっちかというと落ち目の選手とかもねいるわけですよそこの見極めとかもちょっと大事かなうんだから若い選手は残しやすいですよねそういう意味ではねまた今後に期待できるんでねはい、まあ、全員残せばいいそれでもまあ全員残せばいいというわけじゃないんでここはどうしても選択が入りますけど、まあ、残す選手は残すもう売る選手は売るそれはもういろんな要素で決める。 ことができますしいろんなこと考えないといけないんですけれども、まあ、参考になるんだとしたら僕が大体レギュラーのこの選手取っておいた方がいいよっていう動画を作ってるんですよ、まあ、最近ちょっとあんま作ってないですけど、まあ、ちょっと前作ってたりとかしたので、まあ、その動画とかよかったら見ていただいてあこの選手成績いいんだなとかこの選手は残しておいたらいいんだなっていう選手を結構 J1J2 まんべんなく紹介してるので、まあ、それをぜひよかったら参考にぜひ見てみてほしいなと思います。 はい。じゃあ最後ね、ここ85以上ね。はい。ここはポジション等の需要や量旋数。キラ持ちの場合は残しても OK。もしくは即戦力限定かどうかは関係なし。ということでね。はい。まあ、えー、ここはね、やっぱハードルがガンと上がりますね。うん。これね、僕ね、意外なんですけど、意外っていうか、あの、J クラ結構やってる人って、こ逆なんですよね。うん。結構多分85以上残しがちなんですよ。はい。 なんでなんだろうなって思うところも正直あります。はい。なんでかっていうと、あの、ここもそうなんですよ。85、例えば、85以上って85付近の選手もいれば、90代の選手とかもいるわけなんですけれども、ここがピークなのか、これから伸びるのかっていう選手もいるわけですよ。まあ、もうこれも、あともポジションとかのね、話とかね。まあ、そういったのも全部入ってきますけれども、そういったので、全部、まあ、自分の手持ちのね、選手とかにもよりますしで、どうしても取っておかないといけない選手は取っておかないといけないと思うんですよね。だそうじゃない選手もいるわけですよ。 うん、そういう選手を結構残しがちなんじゃないかなっていう。で、結構足りないって言ってる人もいるんじゃないかなと。で、特に序盤のうちとかは、うん、まあ、そうね。まあ、受け広くても、まあ、悪くはないですけど、うーん、まあ、個人的にはね、やっぱね、狭めた方が絶対いいと思いますね。はい。これなんでかっていうと、あのー、例えばの話、まあ、最初からチーム作っていくと考えて、まあ、そのポジションポジションで見たときに、 まあ、妥協できるラインって結構あると思うんですよ。例えば、まあ、スキルいいなと。でも、まあ、ね、例えば、ディフェッチちょっと足りないけど、まあ、とりあえず入れとくか、みたいなラインとかだったら、まあまあ、それはそれでいいんですけれども、ただ、それが最終的なスタメン候補に入る,入るかどうかっていうと、もう、センスとかがしっかりしてこないと入らないわけですよ。で、それが、まあ、自チームとかだったら、いろいろなね、あの、ハードルが低くなって、まあ、例えばね、プラスセンスがついたら、まあね、実質2グレーだ、2ランク、ね、センスアップだとかね。 まあそういうのがあればいいんですけど、そういうのがないと結構厳しかったりするわけですよ。で、なかなか、えー、そのかぶって引くっていうのもね、結構難しかったりするんで、どうしても85付近の選手とかでも、まあ、数枚とかがね、あのー、シーズンで限界だったりとかするので、なかなか難しいんですよね。うん、で、その選手にミサンが入れて育てたりするかっていうと、多分そうじゃないと思うんですよ。それは多分しないんじゃないかなと思うので、でそういった選手たちをいっぱい残すよりは、個人的に、まあ、売却して、 ミサンガに変えて、で、まあ大体、まあやってるとそれなりの選手が手に入ってくるんですよね。ある程度の期間やってくると。で、そういった選手を手に入れたときに速攻で育てれる。まあそういったワンポジションワンポジションずつ埋めていくっていうのが結構理想的な、やっぱ育成のやり方だと僕は思うので、この受けをね、広くしたところでって感じなんですよね。うん。だからそれするぐらいだったら、打ってちゃんと毎月ね、交換できるミサンガ、ミサンガ交換していって、 で、強化素材をしっかり貯めておいて、いい選手いたときにガツンと使う。まあ、これを繰り返していくとか、であとこのね、えー、受けを絞ることによって、ミサンが溜まっていくんですよ、結構。で、溜まったら何がいいかっていうと、例えばライン上ちょっと頑張ってみようかなってなったときに、ミサンがそこにそのタイミングで入れれたりとかね。で、ミサンがで結構貯めとくといろんなね、得することがあるので、まあ、そこを絞ることによってね、そういうムーブもできるようになりますし、まあ、ただね、これ言うとあれなんですけど、今やってるスーパーリーグとかちょっと不利になってくるんですよ。ただ、 突してない選手を入れたところで、そんなね、順位変わんないですよね、意外、順位っていうか、勝ち点のね、取り方、そんな変わんないですよ、実は。うーん、なんでかっていうと、変動するからですね、リーグが。で、強ければ強いほど高い方に行っちゃうし、高い方で行った時にの、その中で強いかっていったら、多分そうじゃないと思うんですよ。で、結局、勝ち点稼げないんですよ、そこで。でも、低いなら低いなりに、低いところに入っていくんで、そこではまあまあ勝てるなとか、意外にそっちの方が稼いじゃったりとか。 まあ全然あるので、よっぽどね、突き抜けてない限りスーパーリーグってあんまり、うん、メリットないんですよね、実はね。ということで、まあ個人的にはここはやっぱ絞っていくべきかな。結構きつめに絞っていいと思います。特に序盤の人、始めたての人、まだこれから戦力整っていく人に関しては、もうガチガチに絞っていいと思います。よっぽど銘柄級の選手たちじゃない限りは、もう僕は売っていいんじゃないかなと、本当に思ってます。はい。で、それをサブアカで僕がやってて、大体まあそうですね。 まあちょっとソックスドービングとか使いましたけれども、まあ、大体5ヶ月でグラマスまでは到達しましたね。うん。まあそれぐらいです。意外といけます。それぐらいで。はい。だここを絞、まあ絞らないことで、こうね、例えば皆さんが交換できないとかなると、まあこれはどんどんね、滞っていくので、ここはしっかりとやっぱり交換すべきところのキーとしては、この85以上をどうさばいていくか。ここは非常にね、やっぱり大事になっていくところなので、しっかりと意識しましょうということですね。 はい、ということで、じゃあまとめなんですけれども、まあ、つまりということで、えー、本来であれば残す基準はね、やっぱグレードが上がれば厳しくなっていくのが理想的だと思うんですよね。うん。で、ただ、まあ、皆さん多分、大体の人がやってるのは、85以上ほど残したくなる。まあ、なんでかっていうと、結構使えるんじゃないかな。もしかしたら残してたら使えるんじゃないかな。って思いがちなんですよね。ただね、そう思ってる人、ボックス見てください。使ってないでしょ。 <laughs> 使ってないカードがね、いっぱいあると思うんですよね。うん。それはね、基本的にはコインに変えた方がいいです。で、これは、なんか、これあと一つあるのは、限定カードほど残したくなるんですけど、限定カードも使わなかったら、レギュラーも限定も関係ないです。変わらないです。なので、ここの区別で限定カードを売ってないとか、そういうのも、個人的にはちょっともったいないかなと思うんですよね。うん。 なので、もうちょっと仕分けとかをしっかりしないと、やっぱりコイン交換の枚数の規定にどうしても、特に無課金とかの人とかだと、到達しないというのが一つの原因、まあ大きな原因。多分これが一位じゃないかなと思うんで、ここを解消するだけで、こういうところ厳しく見るだけでも、あれ意外とコイン溜まるやんっていうね。はい。そう気づけるときが多分来ると思うんで、ぜひね。 コインが足りない。まあ、ちょっとミサンガがね、交換できてない方とかは、やっぱりここをしっかりとまず見直していくことが大事なんじゃないかなと思います。で、85以上のカードを取らない代わりに、まあ、55から69の将来有望な選手とか、今シーズンね、結構活躍してる選手とか、意外といます。結構いますので、まあ、そういうところは積極的に残しておくようにしてください。そしたら将来役に立つことがあると思うので、そこをね、本当は、あの、グレード低い選手ほど残していきましょう。広くね。はい。そこが大事だと思います。 ということで、まあ今回ですね、トレードコインの話、プラス、えー、選手のね、残す基準の話というのをちょっとグレード別とかに解説させていただきました。まあ、この、ねあのー、コインが足りないという人たちに、ね、のもとに届けばいいなと思いつつ、はい、まあ、たまにはね、 はい。役に立つ動画も。まあ、こういう視点からのね、動画もいいんじゃないかなということで、えー、ちょうどね、期間も、まあ、ちょっと更新前だったんでね、ちょっとやりやすかったんで、ちょっと取り上げてみました。まあ、よかったらね、困ってる人がいたらぜひね、参考にしてみてください。では、今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。これで失礼します。バイバイ。